コサムライショーです。今回はネット上に存在する面白すぎるプリクラを集めてきましたので、そちらを一緒に見ていきたいと思います。いつも通りこの動画が少しでも面白いなって思っていただけたら、高評価とチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。それでは早速見ていきましょう。これだ。1,2,3。これおじさん同士でプリクラ撮ってるって珍しい光景ですね。なんかいかにもプリクラに慣れてなさそうな感じの写り方してますけど、なんかすごい楽しそうですね。ハウスワーク。やかましいわ。なんやそのポーズ。お前に関してはなんか吸引力すごそうやな。なんやねんそのポーズ。かわいい。やかましいわ。まどかちゃんね、すごいなんか指ピースしてね、すごいギャルっぽいですね。アニメキャラ。あ、これはシャッターと同時にジャンプをしているプリクラですね。なんかちょっと失敗しちゃってますけど、二人とも楽しそうなんで、なんか普通に微笑ましいプリクラですね。あ、これも同じくジャンプをしているプリクラですね。なんかすごい左の子はジャンプが成功してて、すごい楽しそうですね。この子は楽しくなさそう。おお、インパクト強いの来た。いや、左の人もなかなかやけど、右のラスボス感すごいな。まあ、そんなインパクト強めの二人の下に書かれている言葉が、食べちゃうぞ。発言がヤマンバ。目元パンダ。まあそんな彼女さんなんですけど、お隣の彼氏はというと、ちょっとうざい。なんやねんその顔。バカっぷりですけど何か。だって好きなんだもん。ずーっとラブ。奇跡じゃなくて運命だもんね。うん、幸せに。2009年5月27日、お初だよ。うん、幸せに。痩せようかな。ダメ。1グラムでもお前がなくなるのか。いや、はあ、自分大好き。わお。ずっと一緒。オーマイガー。メガネ外してみた。ファッユ。あかんよ。何してんの。そんな中指立ててフックなんてしたら、フォーク、フォーク。これはなんか一人だけ異色な人が混ざってますね。ひょうちゃんと愉快な仲間たち。わかりやすい金づる。もうこいつら絶対ひょうちゃんの財布しか興味ない。 I love me でしょうね。なんで頭に噴水つけてんの。お前を守れるのはお前の。なんか男の人がドヤ顔でいいこと言いそうっすね。これビシッと決めてくれるんじゃないですか。カホーと俺くらい心配でしかない。